日本海の砂浜海岸砂浜海岸とは海の波や流れによって生じた砂からなる海岸のことである。講義には岩石海岸特別して泥やつぶてなど採用または粉砕された物質が堆積した海岸を砂浜海岸と呼ぶ。また日本では浜を用いることで岩石海岸特別している。砂浜海岸は 主に流入河川が運び入れたり、海岸侵食によって生じた砂礫などが、沿岸の波や流れによって運搬され、波の働きで打ち上げられて堆積してできた海岸である。平面型は普通海に向かって緩やかに横面を向けた古城となっている。砂浜海岸では、サシ、サス、トンボロなどの地形が発達することがあり、 浜津みや海岸砂丘を生じたりビーチスカップが見られることも多い。産後礁海岸では産後の破片や有効虫柄など生物以外の堆積物からなる砂浜が見られる。また産地が沈水した場合のように出入りに富む海岸ではポケットビーチや三日月型ビーチができる。これは背後の地形や流入河川。 海底の水深及び波の屈折作用に関連して形成される。砂浜海岸の縦断型は波の高さや潮の満潮と干潮の高さの差によって後浜、前浜、外外浜、沖浜に分けられる。後浜の陸側には浜堤や砂丘が外浜の海側には沿岸州が生じていることが多い。また、前浜の勾配は 堆積物の粒子が細かいほど緩やかになる。砂浜海岸では、砂浜の陸側に砂が風で吹き飛ばされてしまった砂丘があることが多く、その基部が砂浜の陸側の限界である。蒸気の限界から高潮停戦へかけては、高潮時、または暴浪時の波の働きによって打ち上げられた砂が溜まり、その表面はほとんど水平化。 または陸側へわずかに傾いていることが多い。これをなぎさと言い,い、この部分を後浜とも言う。なぎさの縁から低潮停線へかけては波が寄せたり引き返したりするところでこの部分を前浜という。低潮停線から海の方へは一旦ある程度の深さに達してから再びやや浅くなり、そこから沖の方へ一様に深さを増していく。 これらは共に沿岸方向へ細長く伸びており、前者を沿岸トラフ、後者を沿岸低州という。低を停線から沿岸低州までを外浜、その沖側を沖浜と呼ぶが、両方を一括して沖浜と呼ぶこともある。暴露時や、その直後は、後浜から沖浜までの起伏は、ほとんどなく、浜が狭くなると同時に、後浜から、 海のある方へゆるく傾く単調な形をとる。しかし、その後の静音の波の働きによって元の形に戻っていく。人間活動が関わる災害としての海岸侵食は砂浜海岸におけるものが主体である。砂浜海岸における海岸侵食は砂浜の消失である。砂浜海岸の海岸線の位置はある期間において海岸に供給される。 土砂量と海岸から流出する土砂量とのバランスによって決定される。よって土砂供給量土砂流出量ならば海岸線は沖合側に前進し土砂供給量土砂流出量ならば海岸線は内陸側に交代して海岸侵食が起こる。土砂供給源の主体は河川の運搬によるものであるため 河川流域の変化が海岸線の位置に影響を及ぼすことが予想される。品濃川河口周辺の新潟海岸では海岸侵食が顕著である。一方で、大河津分水の河口に位置する寺泊海岸では海岸線の前進傾向が続いていた。このような対照的な海岸線変化は、大河津分水を建設して、品濃川を分流したことによって、 土砂供給量が新潟海岸では減少し、寺泊海岸では増加したためであると考えられている。他に新潟海岸の海岸侵食の原因には天然ガス採取に伴う地盤沈下も挙げられる。蒸気の例のように人間活動が主な要因となって砂浜海岸の海岸侵食が起きている。他にも海岸に 人工的な構造物があることによって、氷砂の運搬、体積のバランスが崩れ、本来平滑であった海岸線の形態を変化させる場合もある。砂浜海岸についての研究は、1977年に小池和幸が砂浜海岸における停線の変化を研究した論文を発表している。また近年では2007年に、宇野木さなえ妹、妹川、 雪代・岡夏子らが、港湾建設後の海岸地形と海浜環境の変化についての論文を発表しており、海浜環境悪化の原因や、港湾の抱える問題点について研究している。町田正、井口正夫、地形学辞典二宮書店、1982年、松原明子、自然地理学、慶應義塾大学出版会株式会社、2008年、 ありがとうございます。